渡辺裕太選手です。さあ裕太は去年はどんな年だった？まあ、記念2つ取れたんで、うん、今までよりは良かったかなと思います。一応満足してんの？満足はしてないです年頭に何か目標とか立てる？いやまあ立てるんですけど、うん、はい。今年の目標は？今年は G1 優勝ですかね。うん、 G1 しっかり取って、はい。今のところどう？ G1 取るには今何が足りないと思う？やっぱまだちょっとスピードが足りないかなと思います、うん、どっちかというと俺はそれよりもなんか前面にこう勝ちたいって気持ちが出てこないような気がするんだ、うん、まあ、それは隠してるんで。隠してる、はい、あんまり隠さない方がいいと思うけどね。ですかね、うん、そうするとなんか周りもそれを影響を受けて、あ、ね、威圧感みたいなのも生まれてくるし、はい、そうなんですね、うん、力はあるんだから、はい、このレースは俺が一着取るんだっていう感じであの発走機出ていくと周りもそうなのかなと思っちゃうじゃない。あ、そうですね、ね、なんか大人らしく言うと別に、まあ、気にもしなくていいのかなって。あ、かもしれないです。競輪って相手にマークされた方が勝ちやすいんだよね。はい、ノーマークって勝ちにくいでしょ。そうですね、一人でほっぽどかれたらさ勝ちにくない、短期で。はい、でみんなが気にして、ね、渡辺さんが本命だと思って走ってると意外と裕太がどうするのかなと思いながら走るから。はい、そうです ね、 ね、今年はそれで出そうよ出していきます、ね、はい、あの後ろにおじさんがいても絶対抜けないから、はい気にしないで行くよと。わかりました。そういうところを前面に出しながらやってくれると、はい、もっともっとね、不安の人も楽しんでもらえると思うんだわ。そうです ね、 ね、特にね、あの若い女の子の不安いっぱいいるだろうし。そうですかね、わかんないですけど、ね、結構ファネタとか来るんじゃないの？いやいや、来たことないですよ。そうやろ、はい、ファネタは こちらへとか書いとく？いや、お願いします。静岡県競輪選手会へどうぞとか。はい、それで個人的に来るとね、個人情報いろいろ問題になる。そうですね昔俺はよく来たけどね。本当ですか？当時はそんなうるさくなかったからまだいいけど。あ、はい、さあでは今年は、あ、まあ、この大会はこの今回の全日本選抜はまずどういうふうに？まあ結構仕上がってると思うんで、うん、まあ、一戦一戦勝てるように頑張ります、うん、まあ基本的には先行主体で。そうです ね、 ね、はい、難関もね、みんな各々は強いんだけど、なんかもう一つ全国的に見ると難関盛り上がってない感じもするし。はい、そうですね、ゆうたが頑張らないと盛り上がらないんじゃない？まあ、頑張ります、ね、このやさおと的な静かなところがなんか投資が前面に出ないと思われちゃうのかな？そうかもしれないですね。本当は違うんだろ？はい、結構面白いやつって聞いたけど。いや、そんなことないですよ。ないの？はい、結構みんなに遊ばれるタイプ？まあそんな感じですねでは決意を、優勝目指して頑張ります。お願いします。はい、静かに言いましたけども優勝するそうです